フビー,ク,ビークルンドは、スウェーデンのピアニスト、作曲家、指揮者、ベルムランド県、セフレシ、キルケボルに生まれた。兄のビクトールの影響を受け、12歳で作曲と、ピアノを始めたが、オルガニストであった父は息子を16歳の時に、エスクリスツーなスウェーデン語発音、スキルズトンナの高科大学に入学させる。その後、許しを得て1897年に、 ストックホルム音楽大学に入学、1901年にオルガニスト音楽教師として卒業した後、ビリクルンドは奨学金を得てスウェーデンで、また後にはパリでピアノを学んだ。彼はクララ・シューマンの弟子であったリチャード・アンダーソンにピアノを、ヨハン・リン・デグレンに大位法を学んだ。しかし、最も強く影響を受けたのは8歳年長のビルヘルム・ステーン・ファンマルからであった。 ステーンハンマルはビークルンドにブルックナーやシベリウスの作品を進め、二人は作品について語り合った。彼は1902年に自作のコンサートスティッケ派町長,長、コンサーツタイクオッパス1を弾いてピアノのソリストとしてデビューを果たした。1911年以降、彼は主に指揮者として活動する。彼は1911年から1924年スウェーデン。 王立管弦楽団の常任指揮者となり、1923年には、スウェーデン王立歌劇場の芸術監督、さらに1938年までは、ストックホルムコンサート協会の主席指揮者を務めた。1950年4月2日、ストックホルムにでこの世を去る。ピークルンドの作品はロマン派、国民学派の様式をとる。彼の後期作品には、印象派の影響も垣間見える。 彼は多作な作曲家ではなかったが、その作品は重要なスウェーデンの音楽であり続けている。彼の作品には二つのピアノ競争曲、公共詩、夏の夜と日の出ソーマーノットをソルプガング、公共曲が一曲、バイオリン・ソナタが一曲ある。ありがとうございます。